皆さんこんにちは、あじまです。今回はですね、前回の動画で紹介させていただいた大三元レンズの比較対象としてよく取り上げられる小三元の3本のレンズを紹介していきたいなと思います。で、この小三元のレンズなんですけども、まあメーカーさんがね、公式で発表しているものではなくてですね、まあカメラとかね、レンズ好きの方がまあ一般的に通称として呼んでいるものになります。で、大きな違いとしては大三元が F2.8 っていう絞りなんですよね。で、F4 の絞り開放値のレンズかつ便利なズームたち3本がまあ小三元として呼ばれています。で、今回の動画ではですね、この小三元レンズって何なんだって言ったところと、まあ、どういった特徴があるのか、あとはどういう方に向いているレンズで、レンズ選定のね、ちょっと考える時のまあ参考動画にこれがなればいいかなと、値段から見て F2.8 の大三元欲しいけど、まあ、小三元の F4 でもええんかなとか、そういった形で悩まれている方の何かね、購入の後押しになるような動画になれば幸いです。それでは今回もですね、ジマチューブ行ってみましょう。スタートです。はい、改めましてジマです。今回の動画ですね、結論をお伝えしてしまいますと、まあ、開放 F 値に問題がない、 F4 という開放 F 値に問題がない場合はコストパフォーマンスから小三元っていう選択がありますよって言ったところと、開放 F 値がですね気になる場合は譲れない開放 F 値、焦点距離のレンズだけ、まあ、大三元の F2.8 で揃えて、他のところの焦点距離カバー領域は単焦点であったり小三元で揃えるのもありですよって言ったところをお伝えしたいかなと思います。理由としましてはですね、この小三元と大三元のレンズの違いの大きなポイントになるのは開放 F 値の違いなんですね。小三元の方は F4 スタートで、大三元は F2.8 スタートなんですね。なのでこの開放 F 値が引っかからない、別に F4 からでもいいよ、風景カリッカリに撮ったり絞りいつもカリッカリで撮るんだって方、もしくは暗い環境でそんなに撮らないとかね、早いものをそんなに撮らないから F 値も下げることもないし、シャッタースピードも上げることもそんなにないんだって方は、この小三元の方がコストパフォーマンスが高くなります。こういったところからですね、まあ、焦点距離とか開放 F 値、重さ、大きさ、価格っていったいろんな選ぶ基準からですね、ご自身にベストにマッチしたレンズを揃えてもらうのがいいと思います。で、この小三元なんですけども、まあ、16-35、24-120、70-200の F4 の3本のレンズのことを言います。で、特にですね、私もこの小三元のレンズ大好きなので、16-35のレンズの紹介動画を作っていたり、24-120のね、動画も作っています。で、24-120はですね、私がフルサイズに移行した時に一番初めにね購入した便利ズームになります。なので、まあ旅行とかね、特に焦点距離にまあ幅が持たせたいなって言った時はこのね小三元の24-120を持って行って、潜在写真なんかでも用途が決まっている時はまあ単焦点の F1.8 とかまで絞れるようなレンズでも撮影をするようにしています。望遠域にあたる70-200 の F4 なんですけども、70-200 の F2.8 っていうレンズがものすごくですね、人気なんですよ。まあ、イベント撮影とかスポーツ撮影とか、まあ飛行機の撮影とか電車の撮影とか、いろんなものを撮るときに遠くのものをグッと引き寄せられて、かつ開放 F 値が低いので本当に使いやすいレンズではあるんですが、まあ、重さとか、まあ、価格の面から簡単に手を出せるレンズではないんですね。そういったときにもし F4 の200テレタンで撮影してボケ感とかをご自身が見てですね、問題がないようであれば、このレンズも十分候補になるものになります。小三元のレンズを考えるときに開放 F 値と同じぐらい私は大事かなって思っているのがレンズ構成と重量なんですよね。16-35が、まあ、12-17の 680g、 24-120mm が、まあ、13-17 710g で、70-200がですね、14-20 850g となっています。どのレンズも1キロ切ってるんですよね。これって便利ズームです
開放 F 値が比較的まあ F4 で低めのものにしては結構頑張ってる部類になるんですね。続けてこの小三元の特徴をお伝えしていきますと、まあ1635の F4 はですね、デメキンではないっていうのが一つ大きなメリットだと思います。第三元の方の動画で紹介しているんですけども、1424の F2.8 の広角レンズはですね、デメキンレンズなんですよ。レンズがですね、ガラス玉が飛び出てるんですね。なのでレンズフィルターつけることができないんですよね。ただその分 14mm でバーンとワイドに F2.8 で撮れるっていうのは最強の強みにはなってるんですけども、まあ、管理の面とか、まあ、F4 でも問題ない、そしてワイド幅がですね16でも問題ないっていう方の場合は、この1635のね、F4 のレンズが便利かなというふうに感じています。で、24-120のレンズの方はですね、まあ 24mm っていうすごく使いやすい広角域。24mm はですね、まあ単焦点でもいっぱい出ていますし、多くのですね、まあズームレンズも24スタートって結構多いんですよね。なんでまあ使いやすい広角域であることと、テレ単が120までカバーできる24-70のF2.8 のレンズよりもプラス50の焦点距離が稼げるっていったところも一つのポイントになっています。で、手ブレ補正もついているので120だけども、まあブレなくね、シャッタースピードある程度確保できれば手ブレも被写体ブレもなく撮影が安定してできるっていったところが強みになります。70-200の F4 に関しましてはですね、まあ、ボケ感っていったものは F2.8 にはどうしてもやっぱり及ばないです。ただですね、まあ、F4被写界深度さえコントロールしてピントを合わせる位置から後ろ距離取れる、開けた場所で取れるんであれば全然ボケた感じを出すことはできますし、 F2.8 ほどの柔らかいボケってものが必要ない方であれば、まあ、F4 のねボケも十分柔らかいものになるので、こちらもですねぜひ使ってみるのもありかなというふうに感じております。で、このねお伝えさせてもらった3本、16-35、24-120、70-200の3本なんですけども、もう一つ実は実際に撮ってみないとわからないものとして、オートフォーカスのスピードの速さってものがあります。小三元もそこそこまあ速いんですけども、まあ早いオートフォーカスを知ってる方からするともたついてるレンズという印象を持たれると思います。ただですね、第三元のレンズの方はオートフォーカスも気持ちいいぐらいピピって合うので、あちらの方のピントのスピードっていうものを求める場合はですね、まあ開放 F 値のこともありますし、ね、解像度、別の動画でね MTF 曲線から見る解像度っていったものを紹介しているように、グレードってものがやっぱり一段階上になってくるので、そういったところを長い目で見た時に購入するんであれば F2.8 の第三元の方が適している方もいらっしゃるかなと思います。なのでまずはじめは小三元の F4 から始めてみて、これで満足いけばこれのレンズを使い続ければいいし、いやこのオートフォーカスじゃない、この解像度じゃない、この開放 F 値じゃないっていう答えが出た時に第三元を買うのがありかなと思います。なので初めの方にお伝えした初めから小三元3本揃えるとか第三元3本揃えるというよりかは、絶対自分の中で答えが出ている焦点距離と開放 F 値のものだけ第三元で揃えて、他のレンズは単焦点とか、小三元でカバーする。で、その単焦点とか小三元でカバーしている領域も第三元のレンズが欲しいなって思った時に、20万30万かけてドンと購入するっていうのが、まあ、一番埋没コストのね少ない購入のパターンになるかなと考えております。次にこのレンズたちがですね、どういった方に向いているかのお話になるんですけども、まあ16-35とかね、24-120とか70-200っていう16から200までのカバー領域を、まあコストパフォーマンスをよく、まあ質のいいレンズでカバーしたいって方に向いてると思います。あとはですね、まあ回り道をせずに無駄なく質のいいズームレンズを揃えたい。小三元を揃えて、それより先のグレードのズームレンズってなるともうほぼ第三元ぐらいしかないので、まあ、超望遠のね、200-500の別の動画で紹介しているような超望遠は除きますよ。こういった一般的な焦点距離をカバーするもので、一歩先のグレードっていうと、まあ、第三元ぐらいしかないので、まあ、小三元買ってると、まあ、そんなに回り道はないかなと。あとはですね、まあ、第三元の F2.8 に手が届かないけども、便利ズームは欲しい。
今は仕方ないけども予算的に F2.8 が届かないので F4 で我慢するっていった方に向いているかなと思います。今回の動画をですね、まあ、まとめてしまいますと、まあ、この小三元っていったレンズはですね、16-35-24-120-70-200で F4 投資の3本のレンズのことを指してますよって言った時と、この開放 F 値の F4 に問題がないんであれば、まあ、オートフォーカスのスピードとかも考慮して、このレンズ十分、価値の高い、コスパの高いレンズですよって言ったところ。あとはですね、まあ、第三元にしかない良さもあるんですけども、第三元は第三元なりのコストであったり管理を含めた手間っていったものがあるので、小三元の方がまあ導入はしやすいですし、管理もね楽ですよっていったところ。あとはですね、まあコストパフォーマンスが良く質のいいレンズをですね気軽に揃えたいって言った方はこの小三元が向いてますといったところをお伝えさせていただきました。でこうやって話しているとどうしても小三元ってまあね、第三元の劣化版みたいなイメージを持たれるかなとは思うんですけども、小三元も本当にいいレンズなんですね。第三元のレンズが良すぎるだけで曇って見えてしまってるんですけども、レンズ単品で見ると小三元のレンズも本当にいいレンズです。なので他のレンズと比較したら十分質のいいズームレンズたちなので、まあ第三元とかあんまりね深く考えずに欲しいなって思っていただいたら、この小三元のレンズも十分揃えてもらえればなと思います。私自身もですね、まあ、16-35 の F4 なんてめちゃくちゃ欲しいレンズですし、24-120 のレンズなんてもうね長いことずっと D750 導入時からずっと使い続けているレンズになりますね。まあ70-200のところはね85とか135とかのね単焦点なんかでまあカバーできる、撮影スタイル的にカバーできるのと、あとはまあ200から500の、まあ、ズームレンズを持っているので、そちらでねカバーできているっていうのも私のレンズのね所持しているラインナップでカバーできてしまっているので導入っていうものはないんですけども、第三元のね F2.8 の70-200なんかはまあカメラ始めた当初からずっと狙っているレンズの最高峰になるので、やっぱりですねこういった形で単焦点大好きの人でもまあズームレンズっていったものでね侮れない存在がある。で逆にですねズームレンズを普段使われている方はまあ単焦点にねいろんな魅力あるレンズも多く存在するので、ぜひこういった機会にズームレンズじゃなくて単焦点を使って F2.8 とか F4 よりも低い焦点開放 F 値ですの撮影を楽しむっていったことにチャレンジしてもらうと、よりねカメラのね、撮影が楽しくなってくるかなと思います。